そろそろキングパルサー有力感に関して、今回は実戦で有力感を切ることができましたので解説していきます。セット狙いで 39G レギュラースタート3枚マイナス60枚からの実戦となります。初回から順調に 128G 以内にボーナスを引き当て3枚2001枚のデラマーク。ここでは有力感は切れず、次回の当選は 129G レギュラーとなりました。その後のビッグで3枚2147枚、ここで有力感が切れたと思われます。その後ループを抜け8連となりました。この時点での最高枚数は3677枚。その後も 128G 以内のレンチャーを抜けず 125G レギュラーからのループ当選。このループ当選からの5年後に 90% ループ当選確定となりました。実戦では3枚2000枚では有力感が切れないことから2100枚から2200枚ではないかと予想しています。ご視聴ありがとうございました。